めくるとくるくると絵が出てくるカードの作り方です。まず正方形を作ります。同じ大きさの画用紙を重ねてこの部分を切り取ります。次にそれを半分に折ります。端を合わせたら指先でギュッと押して、そのまま親指で折り筋をつけます。開いたら真ん中の線をカッターで切ります。まっすぐに自分の方に向かって切ってください。真ん中に印を入れたいので、先ほどと同じように画用紙を重ねて印をつけます。もう一枚にも同じようにして印をつけてください。真ん中に合わせて画用紙をこのように折ります。折り方は先ほどと同じです。印をつけたところに合わせて指先でギュッと押さえて親指で折り筋をつけます。折り目を反対に折り返します。そうしてこの折り目のところを真ん中の印に合わせて折ります。反対も折り目のところを真ん中に合わせて折ります。もう一枚も同じように真ん中に合わせて折ったら、反対に折り返して折り目を真ん中に合わせる、こんな形になります。次に切るところに印を入れます。開いたら一番手前の折り目のところに印を入れていきます。もう一枚を畳んだ状態で重ねたら真ん中に印を入れ、裏返してこの折り目のところに印を入れます。そうすると4等分したところに印がつけられます。もう一枚の方にも同じように印をつけていきます。この印を目安にして切り込みを入れます。上側の印から真ん中の印を通り越して下側の印まで切ります。反対側も同じように上側の印から真ん中の印を通り越して下側の印まで切ります。90度向きを変えたら真ん中の印と真ん中の印をつなぐように物差しを当ててまっすぐに切ってください。これで切り込みが入りました。もう一枚も同じように切り込みを入れます。同じものが2つできました。この2つを組み合わせますが、少し難しいので色を変えて説明します。1枚をこういうふうに開いたら挟み込むようにします。持ち上げてここに入れ込みます。そうすると2つが組み合わさりました。めくって糊をつけます。実際は白いので、糊をつけるところを間違わないようにめくって仕組みが見える状態のところを貼り付けていきます。反対側にも糊をつけます。裏返してまためくって糊をつけます。もう一箇所糊をつけます。糊をつけるのは4箇所です。そしたら折り目をつけます。 H の形になってます。どちらにも開くようになります。これに絵をつけていきます。
絵は自由につけていいのですが、今回は顔にしてみました。にっこりした顔がウインクになりました。あれ、ちょっと舌を出しています。両方開くとお茶目な顔ですね。あれ、機嫌が悪くなってきたかな。ああ、機嫌が悪くなっちゃった。うわ、髪が逆立っています。あくびをしています。びっくりした顔になりました。この顔は何でしょう。ちょっと難しいですね。こんな顔はできません。どんな絵をつけたら面白いか、子どもたちと相談しながら作ってみてください。